長いな。オッケー。ではね、シェイバーのお話したいと思います。で、男はね、やっぱり毎日ヒゲ剃るんでね、毎日ヒゲ剃るんで、でね、そこで充電が切れたらね、使えないんですよね。これ充電が切れたら充電、しないけないね。当たり前やね。電池切れたら使えないね。今までこれ充電しもってヒゲ剃ることできないやつを買っていましたね。それが当たり前かな思ってね。あで、あ切れたわ、あ充電切れた、で途中でガリってこうヒゲが挟まったりして痛いんですよ。ガリってね。で、あ充電切れたわってね、充電ね、絞ってこうできたらいいんやけどね、僕の買ったやつは充電しながらヒゲ剃れないです。外で出ていくときにこうね、途中で止まったらもうええか、このまま行こうかってね、まあそんな感じで出かけてたんですけど、もう新たに買いました。じゃーん、フィリップ、これなんて読むんやろ、まあこれ難しいわな、多分フィリップフィリップスやな、フィリップスね、これフィリップス1000、これ買いました。なんで買い替えたかっていうとね、これはね、充電しながらヒゲが剃れますね。その目安はね、こう見えるかな、こう充電と交流式って書いてますよね。この交流式っていうのは、充電しながらヒゲが剃れるね。僕今まで知らんでね、もう安かったらいいわとね、安かったらいいわ思ってね、安いの買うてたんですけどね。何を言いたい、安いの買うてたんやけど、もうちょっと、もうあと5、600円足したらね、まあメーカーによるけど、これは3500円ぐらいやったかな。まあ消費税入れても4000円でお釣りが来るような値段ね。これどこやろ、外国製やね、フィリップスって聞いたことあるね。松下電器やったもんね、初め。松下電器がナショナルになって、今はパナソニックかな。ね、これからね、みんな買うときね、充電しながらヒゲが剃れる、この交流式ね、これおすすめしますね。値段ね、多分1000円まで、1000円ぐらい高いだっかな。これだったら間違いなしね。何が言いたいか分からんけど、何しかいつでもヒゲ剃れますね、電源さえあれば。もしかしたらこれ何ワットとか書いてるんかな、見えへん。まあ、小さい字でしか書いてないから。あ、AC 見えるかな。どこやった。ああ、ここ。モデルいうとこに AC。240V って書いてあるから、
もしかしたらね、あの僕の持ってる500ワットのポータブル電源でね充電ができるかもしれません。やってないけどできるかも、かもかもかも。はい、今ねポータブル電源につなぎましたね。これで早速ねポータブル電源の方スイッチ入れたいと思います。アウトやから下やな、よいしょ、あ入った、電源入ったけど、あ点滅してる、点滅してますね。こう点滅してんのは充電ができる合図です、ね、今充電してます。難しいな、肩麻痺やからな、肩麻痺づらいな、麻痺の手で持って今充電してるね、点滅してんね。これポータブル電源を落とす、電源どこや、どこ、電源、ポータブル電源を切ると、切りましたね、充電が点滅してません。でもう一回電源を入れます。あ、ファン回ってまた充電始まりましたね。ポータブル電源で、ヒルプス線充電できました。よかったよかった、パチ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 ね。そういうことで今回は充電しながらひげが剃れるシェーバーを買いました、これまだ使えるんやけどね、もう明日から早速このフィリップス線これを使いたいと思います。では次回の動画で会いましょう。こんなんでええの？ほんまに知らんで。